アメモプラス。増え続ける練習時間のスマホゲーム、部員たちのサボりに打つ手はあるのでしょうか。こんばんは。ニュースデロのお時間です。今夜は小池キャスター、よろしくお願いします。お願いします。早速、チームにとって害悪なニュースです。増え続ける練習中のスマホゲーム。先週の練習でも監督が来ているのに気づかないほど夢中になっていたサボり部員たち、同時に4人もチームから出される異常事態となりました。部員たちはベンチでスマホゲーム。グラウンドに車で到着した監督がベンチに着くまで約4分。この4分間にできることはないのでしょうか。そうですね、僕が一応見張りを任されていたんですけど、僕もスマホゲームをしてしまいました。まあチームから出されてしまったのはしょうがない。この期間でしっかりスマホゲームのレベルアップをしたいですね。はい、ということですが、オフィスケキャスターどうお考えでしょうか。いやもうね、大変憤りを感じておりますよ。今ね、チームはとてもええ感じやったんですよ。そんな時にもうね、スマホゲームやら練習時間にもう本当にやめていただきたい。特にね、あのインタビュー受けちょったあの部員 S、 あいつなんかもう反省すらしてないでしょ。なるほど、監督が来ているのにも気がつかないほど夢中になってしまっていたという件ですが、先生、これはゲームが持つ中毒性と何か関係があるのでしょうか。ああ、ちょっとわからないですね。なるほど。なる。まあでも、見張りの子がね、我慢してたらバレなかったんじゃないですか。いやちょっといいですか先生。その見張りの子がとかバレるバレへんとかじゃなくて、そもそもあの練習時間は野球をするもんですから、その時間にスマホゲームをしてること自体にどういう。おや、なる。次です。自主練の参加人数がついに0人になりました。オフの日も自主練を設けていたアメプラ野球部でしたが、ついに参加人数が0人に。意気込んでグラウンドに来た監督が一人でT打撃をする異例の事態となりました。こちらが直近10回分の自主練の参加人数です。明らかにこの4回前の自主練から人数が一気に減少しているのが分かりました。取材班はこの日何があったのか徹底的に調査しました。なんか監督が編み出した解放エクササイズとかいうわけわからないトレーニングをさせられるようになって、もうやってられないですね。解放エクササイズが嫌で自主練に行くくらいならバッティングセンターに行った方が練習になります。そうですね、解放エクササイズが嫌で自主練は行かなくなりました。監督は別にトレーニングの知識が豊富なわけじゃないから、自己流のトレーニングとか押し付けないでほしいですね。僕はもともと自主練行ってないですね。はい、ということですが、この解放エクササイズという無能なトレーニングと自主練の参加数はつながっているのでしょうか。確実にそうですね。もうこれは専門的観点から見て絶対にそうです。なる。小池キャスターはどのようにお考えでしょうか。まあでもどうですかね、その一概にそれだけと決めつけ。おやるの。次です。監督のミーティング、誰も聞いていなかったことが判明しました。なる。監督の1時間以上のミーティング後にアンケートを取ったところ、長すぎて聞いていなかったが6割、長くなくても聞かないが3割、聞いたことがないが1割という結果になりました。
非常に深刻な問題だと考えています。解放エクササイズによる自主練低下に続いて、今回のこの意味のないミーティングによる時間の搾取、チームから出ろが口癖の監督ですが、本当にチームから出るべきなのは監督かもしれませんね。先生どう思いますか？確実にそうですね。これは専門的観点から見ても確実にそうです。なる。小石キャスターはどのようにお考えでしょうか？いや、どのように…そうですね、おや？そこだ、しっかりとやっていきましょう。おい、ちょ待て、なにこれお前。おい、先生が、バイバイバイとやっけだる野球はサボりたい背番号よりおほくカノバフラッパーというのはオミックアルナにて月刊連載決定。第1号は7月13日発売。詳細はお待ちのインスタグラムをフォローして待ちわ。ほいほいほい。さあ、お時間となりました。今夜も部活にとって壁ともいえる問題が多くありましたが、小石キャスターはどうお考えでしょうか？はい、まあそうですね、確かに、いろんな壁がありますが、何もないよりかはいいんではないかと私は思っております。もちろん前に進むと壁はたくさん出てくる。壁が出てこないっていうのは、それは進んでいないからであって、前に進むことによって現れる壁は、みんなで知恵を出し合って考え合って思い合って超えていければと思っております。大切なのは、壁が出てきた時にどう向き合うかであって、それぞれの目をしっかり見て、チーム全員でいろんな思いを持って。お時間となりました。タラッタラッタラッ